Maradigat, Maradigat, Maradigat. Te lo imaginas. Acabo de dejar tu video. ¿A quién te quedas? Ah, no, solo que se me da. Si yo te canto. では最初の質問です、私は現在のマイホームに満足している。もちろん機能性能デザイン全てですね、間取りも含めて満足しているという方、はいを挙げてください。あ、皆さん満足。じゃあ笑顔はい、皆さん、今の住宅には満足しているということですね。それでは2問目です。私は現在のマイホームを作ったビルダーに満足している。もちろん作るまでの過程の打ち合わせもありますし、あと先ほどちょっとお話もありましたけれども、作った後のフォローとかそういうあたりの対応を含めてビルダーに満足している。はい、皆さん幸せですねはい、皆さん満足しているという。じゃあ3問目になります。私がこのビルダーに、皆さんのお家を作ったビルダーですね、出会ったきっかけは住宅展示場の見学だと言う方、室田さんが入って、はい、他の方はそれ以外のきっかけで知ったということですね。はい、それでは4問目になります。私は家づくりに対して完成見学会、構造見学会等に10回以上参加したという方。構造見学会ってあれですよね、骨組みだけ。そうそうそう、うん、完成見学会もモデルルームとかじゃなくて、まあ施主さんに引き渡しする前の住宅。自分の家の家が完成するまで、うん、自分の家じゃなくて、その前に。そうです、お家を建てる決めるために、思い出していただいて。そうですよ。ちょうど10回ぐらい。室田さんが、で、他の方は、はい、昨日、こう皆さんを見ていらっしゃるんですね。はい、じゃあ5問目になります。ビルダーを最終的に決める前に、5社以上から見積もりを取り、検討したという方。皆さんに、はい、質問は以上なんですけども、こちらにですね、このような形で皆さんの住宅の満足度ですね、こんな風に私の家の満足度何パーセントというの、私の家のそうじゃあまず石渡さんから、じゃん、 85%。 もうかなぁと、やっぱりちょっと住んでればいろいろある失敗が、注文だと余計にこう考えてやったんだけど、実際にはこう考えてできないのがいいですよね残りじゃあ 15% の部分は後でじっくり聞いていきたいと思いますはい、じゃあ続きまして室田さん。はい、私はじゃあほぼ大満足。そうですね、まあ、ちょっと不満に思うところもありますけど、それは、まあ、目が潰れるかなという程度、うん、不満とまでまあ言い切らなくても不満には気にならないかなというところ、はい、はい、じゃあ続きまして、児玉さん、もうさらに上の 95% 木の打ちどころがないちょっとどうかなっていうぐらいのことです。
その 5% の部分で。はい、ありがとうございます。では、井村さん。80% くらい。20% ちょっと。もうちょっとね、なんか、いろいろ考えてて、自分自身の考え方、もうちょっと勉強してからよかったかなっていうのが、ちょっとあるので、私も同じで愛用してる。そうなんですよね。はい、ありがとうございます。オールデッカーについて、ちょっと皆さんにご意見をちょっと伺っていきたいなというのがありますので、ちょっと先にその件に、ちょっとお話を伺わせていただきたいと思います。もう皆さんのオールデッカー、皆さん、お家を建てるとき、お電化にしたいという方は、震災があったので、やっぱりそういうのは、お電化しといた方がいいのかなと思ったんですけど、ちょっと悩んでるそうですね、でもね、よくわからないので、停電の時に、それで大丈夫だったら結構夜が多かったので、でやっぱガスが使えるとやっぱり料理は料理したりあととりあえず寒さ対策に湯たんぽとか作れるので、そういうのはいいなと思って、やっぱり主人と話して、やっぱりそういう時はガスと電気は別の方がいいかなっていう話になってるので、実際どうなんだろうっていうところで、その建てる地域が少なくなってない、でプロパンなんですね、それなのでオール電化にしようっていう話で、そうですね、近く建てる場所の近くに旦那の実家がありますので、そちらも発生ガスですから、あと自家電力っていうのが持ってるんですね、あるんで、あとせめて自分の家のところの何電力っていうか、それだけ賄えるぐらいを乗せたいって考えてます。やっぱりガスみたいに火をたくタイプだと家の中がバンバン多くなるんですよね。だから IH だとそれがまずないんで、やっぱりガスだと結構空調代もかかってきてしまうので、その計画停電のためだけにそれをやる気にはちょっと私は慣れないんですよね。だったら携帯用コンロを買うなり、練炭買ってきて庭で煮立てたくなりっていうやり方をやればできるし、私は計画停電の時赤ちゃんがいるので、ミルクのお湯がやっぱり一番心配だったんですけど、でも携帯用の水筒、保温の水筒に大体2回分は入るので、停電時間は大体3時間、その間には1回4回2回分ぐらいなので、それで済みましたし、あと、私の気分的というか、やはりガスタンクが家にあるのがちょっと怖いなっていうのが、プロパンの分でが前のバーディングスがやっぱりガスで、今オールデッカで光熱費なんか見ると、やっぱり全然5000円ちょっとぐらいやっぱ安いので、オールデッカの方が安いとか、そういう面倒でいいなって思ってるんですけれど、安全面もこれがすごいのがないですし、やっぱ夜間停電の時とか子供まだ小さかったら大変みたいので、お風呂の時間とかそういうのがお風呂入れなくなっちゃうから時間っていうか、それはちょっと不便だなと思ったんですけど、それで寒いって言われた方がいたんですけど、立ったばっかりの人なんですけど、気密がいいので、昼間日が当たってたりすれば、その温度で結構お部屋の中温まるので、思ったより寒くならないので、ちょっとか逆に使っちゃ使わない方がいいですよって娘さんから言われてて、それくらいなので、うちで適当使えないというのが不便ではあったんですけど、湯たんぽとあとこたつのカバーだけで全然温かい感じで、子供も全然平気でいられたので、マラディガ